はい、皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は不倫、浮気について話していきたいと思います。私たち男性を魅了し誘惑してくるもの、それは人妻。その女性は他人の妻であると分かっているのに、ダメだ、我慢できない、誘惑に負けそうだ、どうしたらいいんだ、もう無理だと、どうしたら人妻からの誘惑に勝利することができるのか分からずに嘆いていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ここであなたに質問です。どうすれば私たち男性は人妻からの誘惑に勝利を取ることができるんでしょうか。それはズバリ聖書の言葉を読むことによってです。本当にそんなことで誘惑に勝てるの？と思われた方も多いことでしょう。どういうことか、本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言6章24節から29節のところです。まずはお読みします。それはあなたを悪い女から、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。その女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられないようにせよ。遊女の代償は一塊のパンだが、人妻はたっとい命をつけ狙うからだ。人が火を懐にかき込んだら、その衣服は焼けないだろうか。もし人が燃えている炭火の上を歩いたら、その足は焼けないだろうか。隣人の妻と姦淫する者はこれと同じこと。その女に触れる者は誰も罰を免れない。まず24節のところ、それはあなたを悪い女から、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。それはというのが最も肝心なところです。ここに書いてあるそれはという言葉は聖書の言葉を指しています。聖書の言葉が悪い女、見知らぬ女、つまり人妻の誘惑からあなたを守ってくれます。なぜ聖書の言葉にそこまでの力があるのでしょうか。それは聖書の言葉というのは神様の言葉だからです。人間の力では誘惑に勝利することはできません。しかし神様のお力であれば誘惑に勝利することができます。聖書の言葉には神様のお力が宿っています。その神様のお力によって私たちは誘惑に勝利することができるんです。25節のところ、その女の美しさを心に慕うな、そのまぶたに捉えられないようにせよ。ここで聖書はたとえその悪い女、見知らぬ女、つまり人妻がいくら美しくてもいくら可愛くても心を捉えられないようにしなさいと言っています。なぜ心を捉えられてはいけないのか。26節のところ、遊女の代償は一塊のパンだが、人妻はたっとい命をつけ狙うからだ。なぜ人妻に心を捉えられてはいけないのか。それはあなたの命が危険にさらされるからです。ここで言う遊女というのは現代で言う風俗店で働いている女性のことを指します。風俗店に行って数万円出せば風俗店の遊女から性的なサービスを受けることができます。その代価は一塊のパンで十分です。つまり数万円の出費だけで済むんです。しかしです、人妻の誘惑に捕らえられたなら、その代価は一塊のパンだけでは済まないというのが聖書がここで言いたいことです。それはあなたの命にまで影響を及ぼすことだからです。一つ注意点があります。ここの聖書箇所を読むとき、遊女と交わることを
良しとしているようなイメージが湧き上がってきます。しかし聖書は遊女と交わってはいけないと教えています。聖書は婚姻外交渉を禁じています。27節から29節のところ、人が火を懐にかき込んだらその衣服は焼けないだろうか、もし人が燃えている炭火の上を歩いたらその足は焼けないだろうか、隣人の妻と姦淫する者はこれと同じこと、その女に触れる者は誰も罰を免れない。聖書は人妻と性的関係を持つことは懐に火をかき込むこと、また燃えている炭火の上を歩くようなものだと言っています。もし人妻と性的関係を持てば体に火がついて丸焼け丸焦げになって、場合によってはあなたは命を落とすことになります。人妻に手を出すと必ず裁かれます。人間からも裁かれますが、何よりも神様から裁かれます。神様から裁かれる者は永遠の天国に入ることはできず、永遠の地獄へと投げ落とされます。皆さんどうでしょうか。いかに人妻に手を出すことが危険なことであるのかがわかると思います。もし人妻からの誘惑に勝てずに絶望していらっしゃる方がいるなら、ぜひ一度聖書を読んでみてください。聖書の言葉は神様のお言葉です。神様のお言葉には神様の力が宿っています。人間の力では誘惑に勝利することはできません。しかし神様のお力であれば誘惑に勝利することができます。今の時代、聖書はネットでタダで簡単に読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。また聖書を読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に行ってみてください。教会の牧師先生であったり教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。人妻に手を出すのはやめましょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら。また次回もお楽しみに。